ちらはゴールキーパークロス、2番ラインハルト、3番クリー、4番フロイド、ドイツ人のユルゲン・コーラーがグラウンダーで前に出しました。そしてパウロ・ソウザが前に上がっていく、ボール触ったんですけど、はい、ツータッチで非常に速いコントロールしますよね、まあ、このコントロールキーですよね、ボールがしっかりキープできますし球が出てきますから、はい、アン・フロイドです。180センチ、念願のドイツ代表入りを果たしました。さあ左サイドでボールをつないでいる、フェッラーラがずっとオーバーラップし上がっていく、ボールはバッジョ、レベルバッジョです。イタリアとドイツの対決になっています。準決勝の第1戦、ボルシア・ドルトムントは4年連続4シーズン連続のウェファーカップ出場ですでした。そのメラーは今年はドルトムントにチームを変えてこのウェファーカップに出場しています。さあ右サイドボールが通った、ずっと上がっていく、ロイターだ、ロイター、ロイターのシュート、この2つここまで持ち込まれたことと、そのキーパーの前に1人入ってきた、これがキーパーの、はい、アバレッリ、バッチョ前に上がっていく、そのバッチョボールが遠く、さあバッチョシュート、いや際どいところに出ましたけどもね、この背後に入る動き、はい、ザマも最後のところつけなかったんですけどもね、キーパーが見えて、エンナーラゴール前また入っていった、バッチョだ、さあバッチョシュート、ディフェンダーがよく帰りました。ザマーですね、今日はバッチョに対してザマーがよく目の中に入れてるんですけどもね、この動きですよね、コントロールも申し分ないんですけどもね、最後は足出してコーナーよく逃げましたね、はい、さあイベントスのコーナーキック、3枚のゾーンでやってるような感じなんですね、それはジュリオ・セザールがよく指揮をしてるんじゃないでしょうか、はい、ドルトムント縦にボールを入れていきます。しかしこれは慣例、ドルトムントかな、まあ、ディフェンスラインがすぐ変わりました、イベントスです。しかしの警告です。ザマーからまた右サイド、またドルトムントの選手、ボルシア・ドルトムントボール、メラーから中央、そして前線にボールが送られる、ペルツ、点をゲット、ボルシア・ドルトムントがリードしています。さあラバレッリちょっと足を滑らしました、しかしボールキープ、ザマーがかなりマークしています。そしてフェンラーラ、あっと倒されている、ホイッスルはない、チャンスでしたがね、ユベントス、まあ、ラバレッリのヘディングも前半の22分になろうとしています。さあザマー、パウロ・ソウザゴール前に上げていく、しかしダメ、クリアしましたボルシア、もう一回しかしユベントス攻撃仕掛けるか、波状攻撃、クリアキングキックが非常に滞空時間が長い、カンレーラの頭、今度はザマー、ロッキーから小さく出されて、ビアッリ、そしてバッジョ、ラバレッリが前に入っていく、左サイドボールが展開される、シュートでした、コーナーキックに変わります。素早くリスタートしました、バッジョがうまくかわしてゴール前に折り返したヘディング、ザマーが何か指示を与えている、そのザマーへボールが渡りました、カウエラでまたドルク、中央へボールを戻すザマー、ワンタッチで返してまたザマー、追いする、トリチェッリがファウルを取られました。さあまた右サイド突破、ガーッと上がっていく、ヒールを奪い返しています、メシャンからラバレッリ、ザマー相手を倒してしまいました。前半の31分、そしてパウロ・ソウザ右足でファーサイド、ザマーのヘッド、やはり安定性というのはこういったところにあると思いますね、はい、さあバッジです、バッジ、バッジをうまく抜いていく、見せます、まだバッジ持っている、シュート、キーパーよく反応、さあまたユベントスの攻撃か、ザマーがボールを奪っている、しかしもう一回ユベントスボールになりましたが、ホイッスル、ドルトムントボールです。キーパーのステファン・クロス、182センチ、1988年からこのボルシア・トルトムントで、ね、長いボールを蹴っていく、ボールはザマー、しかしさあまたドルトムントの攻め、ラバネッリ、さあビアリア通る、ビアリ走る、ザマーも走る、ビアリ走る、ザマーも走る、
ボールはボルシア・ドルトムント、長いボールゴール前入ってくる、ヘッドはクリー、そしてザマー、コーラーが前へボールを放り出していく、頭でつなごうというバッチョですが、ボールはザマー、キーパーのペルッツィが蹴っていきました。さあ頭でつないで深いところ入っていくラバヌッリですが、ザマークリア、倒されました。ゲームメーカーでありポイントゲッターであるアンドレアス・メラー、昨年まではユベントタッチラインいっぱいのところです。パウロ・ソーザ、前にボールを出していく、デシャン走り込んでいく、倒された、デシャン倒された、非常に際どいところ出してるんですけどもね、はい、ユベントスの方はコーラーがドイツ人、パウロ・ソーザがポルトガル人、そしてデシャンがフランス人です。いや出しています。3番のクリーもいます。ザマー蹴った、キーパー抑えて、あそこ押してるんですね。はい、押してフェンラーだから、いいボール、ラバネッリ、ちょっとバチョ前に出てしまった、今度はビアリだ、ビアリに倒された、ビアリに倒された、ザマーが倒した、しかしこれはホイッスルない、ホイッスルない、ビアリとザマー、いやこれも際どいですよ。あ、まあ、その前にちょっとプレーしています、デシャン、あっとビアリは通らず、への球出しというのはなかなか難しいでしょうね。はい、1対1の同点です。チームが優勝しています。89年はナポリ、90年がユベントス、91年がインテル、そして92年がオランダのアヤックス、93年がユベントス。さあ深いところ、ボールの中に入れたのはトリチェッリ、フェンラーで倒されている、ビアッリ、粘るビアッリ、ゴールのゾーンに入っていけないんですけどもね、はい、今のもやはりまだ中盤が取れてないということだと思いますね。フィニッシュのところまで行きましたけどもね、はい、4番のフロイド、ボールを取られました。さあ右サイドからビアッリ、ザマー倒した、宙を飛んだ、宙を舞ったビアッリですが、ホイッスルはない、シューズの紐を結び直しています、ビアッリ。いや今のも中盤のカットボールからの、これは先ほどもビアリが倒れたシーンですね、はい、際どいですね。ボールに当たって、後だったらね、まあここから行ってますんでね、はい、ゴール前なんとかクリア、ここで今ロイター、さあラバネッリ中央へ戻す、パウロ・ソーザ、ザマーが行った、このボールはカットしました。さあパウロ・ソーザ、ね、ザマーが抜いた、ラバネッリ左足ワントラップしてです、ダイビングヘッドという感じがしますね。中盤から勢いリズムを持ってドルトムントの方は前に攻め出していけませんよね、はい、それはイベントスがまた相手の陣内に入っています。中央、あっとこれはザマーがうまくカット、ザマーから後半の21分から22分になろうというところです。さあボールを奪ったデシャン、ラバネッリが走りますがジュリオ・セザールに当たっている、そしてパウロ・ソーザからラバネッリ、ビアリが前に出ていく、そのビア、試合は2対1、ボルシア・ドルトムントアウェイがリードしています。チャンスを迎えたがちょっと打てない、デシャン、デシャンシュート、これも防いでしまった、なんパウロ・ソーザ、ザマーがボールを奪っている、バッチョ、ラバネッリ、あ、奪われてしまいました、ボールはデシャン、トリチェンリか、バッチョです、トリチェンリか、中央でデシャン、前線ボールは届かない、カットされます。ベントス1点を追う身としてはビアリをここで書くのは痛いですね。痛いですよね、やはり攻撃力、このビアリ、ラバネッリ、バッジョ、はい、それでデルピエロまで入れてるわけですからね、非常に攻撃的に行こうといったバッジョです。前線にボールが送られる、今のでも3番のクリーですけどもね、きちっとゴールサイドからこう当たりにいってる、ロベルト・バッチョです、デシャンに通る、い
リードルでしたかね。ちょっとしょうがないですね。ですからもっとフィニッシュの精度を上げるということでしょうけども、はい、これだけ人がいるとなかなかね、さあまたイエローカードが出ました。ザマーに対して出たようです。コーラーからディリービオ、ディリービオのセンタリング、これはザマーがクリア。しかしこのボール思いますね、はい、さあボールを流し込んでいく、ヘッドでクリア、このこぼれてきた、シュート、ゴール、決まった、来ましたね、ディリービオが左足で上げました。そしてザマーですね、タイミングがずれたんですけども、ここで打って大正解ですね、はい、フェッラーラ、ザマー、トリチェッリ走り込んでいく、パウロ・ソウザ、マッチ終わりました。まだ試合終了のホイッスルはなりません。手元の時計ではすでに47分を回っている。さあバンジョ、ボールを奪われます。ここで試合終了、ホイッスルが鳴りました。2対2、ウェファーカップ準決勝第1戦、2対2の引き分けに終わりました。